はい、こんにちは、ブルーホースです。やっていこうか、ブレッジ。ダウンロードコンテンツ開始までの、振り返りということでね。前回なんかバグり散らかしてたみたいなんだけど、なんかあの後ね、ちょっとね、いろいろプレイとかしてみたりしたら、ほら、見て。ね、スケスケだったんで、どうかなと思ってたけど、透けなくなっちゃったんで、面白くねーと思って、うん。まあ、それはもう仕方ないんだけど、あれやっぱ透けてんな。さっき見たときは、透けてなかったんですよ。ほら、ほらほら。なんかちょっと予習で、雪山だけポロポロ2、3分歩いてみたら、あれだったんだけど、また透けてんな。おい。ってことは、このまま透けると、ね、人、も透けて、もしかしたらね、ルイサとか、ルイザか。ルイザとか、ドミトレスクとか、そのあたりがね、見れるかもしれないんで、こう動きたい。しゃがんで。で、まあ、このあたりちょっと面白くないんでね、これバイオセブンの時も痛いの。ね、あったよね。ほら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 、これ、奈落の底に落ちていくみたいな。葉っぱどこに生えてんのよってね。これ進んでるとこ合ってる？なんかね、あからさまに黒いところを歩いてるから、なんかもうよくわかってないんだよね。ああ、カラス。そう、で、なんか誰だっけ？今回のラスボス、ちょっとグロいね。こんなんあったんだ。へえ。てか、カラスの蝶ってあんな風になってんだね。知らなかった。皆さんご存知でした？ほら、ほら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 。ほら。これみんな同じデザインでお亡くなりになってたとしたら、あれだね。プラ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 してるんですけど、ほら。これなんだろうな。虫よけ？本物も飛んできたね。おっす。で、まあ村散策なんでね、いろいろぼちぼちね、まあ死なない程度に張り切って頑張っていきましょうみたいな感じでね、このバイオはやっていくわけなんですけども、まあ、相変わらずのね、ビビるところはビビり散らかすかと思うし、なんか冷静に突っ込むところは突っ込むかもしれないし、まあどんな風にね、やっていくかっていうのはちょっとまあ、よくわかんないんだけど、とりあえず進んでいくんだけど、ちょっと待って、こんな暗かったっけか？ねえ、もう生活感ないもんね、ここ。あ、ここにも固定にカラスがいるわ。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。ここまではね、何にもね、ないから、本当につまらないよね。お邪魔しまーす。誰かいますか？ペンチ。ピンチじゃねえの、レンチか。ペンチあれだ。挟むやつだ。で、ブラシもなんかあれだね。もう何も磨けそう。あ、ペンチあったじゃん。ペンチあったわ。で、こっちには、飲んだくれた跡がある。なるほどね。で、ここは、ABL。あ、ハンビールラブ。で、ここを開けても特に何もない。なんかあったら怖いよね。なんかあったわ。でも使えるものは何もない。って感じですね。やっぱほら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 。家透けてんだもん。怖っ。ねえ。E さん完全に浮き散らかしてるよね。で、これは何？これあれ、なんか、飲んじゃいけない。あー、青いやつだから、青とグレーのやつだから、あれだね、ナクセルだね。みんな知ってる？ナクセル。バルクスが出してるあの、糖の吸収を抑えてくれるっていうサプリがあるんだけどね。で、ここは特に何もないかな。んなんか踏んだぞ。ああ、ガラス瓶か。見た目がゴキブリの羽の色してたけどな。で、地下行きましょう。そうなんだよな。これ、鹿がね、鹿はこっち向いてね、僕は鹿としていくんだけどね、狐がコンコン言っててね、袋が、袋。殴ってもいいよ。で、ここ進む、ん？これは透けてんのか、それとも普通の、あ、普通だね。で、なんか落ちてる。本当になんか漆黒の闇っていうなんかもう中二病のような世界になってるけど大丈夫？ねえ。本当に果たして進むべきところが合っているのかどうかもわかんないんだけど。はい。まずはミランダ。あ、ちょちょ、ミランダどこ行くの？ミランダー。くだらない。さあ行こう。で、ここを開けると、ネズミがチューチュー。なんだっけ、なんかいたよね、ネズミの。開けてくれてありがとう、ご主人様。僕一緒ついてくよって。ごめん。ちょっともうちょっと、ムービーシーンがあると思って。待って。すげえ。透けるとこんな世界が待ってんだ。見てみんな。どうやら、
村じゃなくて氷山に来たみたい。浮いてるし、天空の城ラピュタやん。おお、びっくりした。そうだそうだ、忘れてた忘れてた。シンプルにビビった今。ほらほらほら、見て見て、完全にね、こう近づいてったら、あーなるほどね、か、あー、これあれかな、ドミトリスク避けなのかな。こっち見てたらね、さっきまで歩いてた村どこ行ったのよって話だよね。ねえ、これこれ合ってる、合ってるよね。ちょっと待って、もう出てきちゃってんじゃん、もうほら巻き。じゃあくぐって、もうお乳がいっぱいあるよね、ほんとにね。どけて。うぅ、ねっちょりー。ケチャップ使いすぎだって。ワンプッシュでいいんだよ、オムライスは。それが嫌だったらデミグラスソースかホワイトソースかけて食べな。チラッと見て、チラッと。何の仕業だ。もう外が見えてんだよ。何の仕業ってなったら、こんな世界になっちまったもん、あれだよね。ほら。ほら、もう家の中がスケルトンだもんね。そりゃあ、これは、いろいろと。で、あれ、まだ武器持てないのか。じゃあ、もうここら辺別に、村散策だ、なんだ、つったって特にあるわけでもないので、これはなんだ？あ、ただの岩でしたね。じゃあ、進んでいきましょう。ということで、たどり着きました、天空の城ラ。ここは一体どこなんだ？これ、あんなとこあったっけな？ねえ、上の方にあった、あの城の上とか、ねえ。上のあれとかとか、なんかもうボケ老人の喋り方みたいになってるけど、そんなこと気にしちゃダメよ。じゃあ、ほいっと。で、いつになった武器、あ、あれだね、あ、あれだね、あれが、あれだ、天空の城ラピュタだ。あ、落ちます。おい、オッケー。意外と足腰強いんだよね。やっぱ戦闘訓練受けてるだけあるよね。こんなとこでも飲んでんだもんな。オッケー、じゃあ、わー。武器がほとんどない。あれ？あ、もうすでに無限になってる。これはありがたいね。で、ライフル。ライフル。ショット玉。どんな構成になってんの？なんかすげえあんな。ウルフスピンもあるやん。あ、でもマグナムもないんだね。で、パイプとスナイパーとブー、うわー、なんか意外とあったな。これを作るにはハーブが足りないと。これハンドガン作れる。で、ショットマンも作る、スナイパーライフルも作れるということですね。はいはいはい。オッケー。牛さんかわいそうに。これ何ハンドガン。これは、ああ、フルオート射撃が可能なハンドガンね。はいはいはい。あ、M1911 か。あ、コルトガーメントってやつですね。で、こっちは入れるのか？入れたら。誰もいないのか？暗いんだよな。ああ、なるほど。キーピック。じゃあ早速キーピック開けてみようか。赤ちゃか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 ちゃ。もうなんか2周目の特権をもうガツガツ使ってる感じするよね。あれ、ちょっと待って、なんか、何拾った今。やばい、忘れた。あれ？何拾った今。あれ、弾の入れ替えってどうだったっけ？ F？あ、構えながらじゃないとダメなのか。はいはい。ちょっと明るくしといて、何もないね。車って寝てるけど。さあ、皆さん、村のね、ツアーをやっていこうと。ごめんなさい。はい。で、ここはね、マザーミランダがね、崇拝されている村なんでございますけれども、このようにね、いろいろとね、まあ、ちょっと、荒れ散らかしているんですが、まずは、まあね、ここにね、まあ、人がいたという形跡がありそうなところなんですね。で、これちょっとね、今、冷めちゃってるんで、ちょっと温めておきましょうね。はい、温めるためにやっぱりこれだけ、ね、を燃やし尽くすということで、はい、燃やし尽くしたことで、あ、その代償にこちらの、あれが、砕け散ってる。なんか、やっぱあれだね、台本か何か用意しとかないと喋ることもめちゃくちゃになる。あれ？今なんかいた？気のせい。で、続いてこちらの部屋にお邪魔しましょう。で、こちらの部屋はすごいスケスケなんですけれどもね、最近流行るのスケルトン部屋っていうやつがありますね。で、ここ、え？なんだよ。今なんかワン言うたやろ。どこやワン言うたやつ。うん？出てこいよ。どついたろか。これはまだね、何か道具が必要ということでね、まだ進むことができませんので、とりあえずね、行くべきところに行く前にね、ここのね、わー、トイレじゃなくて物置。そういえ
そういえばトイレまだ全部開けたっていう記憶がないんだよな。あれだね、カチャコン。でこれ向かっていくべきところがあるんですが、まだねあの向かえないのでね、これはまだガチャン。この先立ち入り禁止。なんでかっていうとね、ここがね最大のびっくりポイントってことですからね。もうあそこは本当びっくりしたからな。でここはまだアイテムガチャコン何も。あれここなんか落ちてなかったっけか。これ村帰ってきて空になるのかな。はい、じゃあ次進んでいきましょう。はあはあ言ってるな。でこっち、あっち行ったら進むことになるから、じゃあまずはこっち行きましょう。ここのねあれ散らかしてる。あーごめん。え、まあ、どこまで運ばれたかは知らないけど、別にあのローズのやつだとは限らないからね。もしかしたらたまたま何もない、うん、たまたまここに寝てた赤ちゃんもね、その人形が好きだったのかもしれないし。ふい、カチャカ。開かない。ここで多分ライカンが寝てんだよな。あー、スケスケだからいけると思ったけど、いけないんだね。もうね、さすがにね、数ヶ月ぶりとか、あの、この1からやるのってもう、さっき、てか前回パートで見てもらった通りで、1年ぶりとかそのくらいになるから、もう覚えてないんだよね、村の構成とかね。あ、なんかこんなあったな。知ってる？あの、こうやって、あの、吊るしておくことで水分を抜いて、あの硬くなるんだけど、その代わりにあの日持ちするようになる。やっぱ水分があることによって物って腐りやすくなっちゃうから、うん、だから日持ちしてね、人間長く暮らしていくためにはあれが必要になる。不明につき封鎖。こっちはなんか鍵が必要。なんかいた今。ああ鳥か。え？拾えた？生肉拾えた？あ、ちょっと待って、あ、死なねえし、あいつ。ほら、お兄さんのところにおいで。何も怖いことなんかないよ。ほら、一瞬だっただろう。皆さんご存知ですかね、あの、ドーパミンってあるじゃないですか、あの、幸せホルモンと呼ばれるやつ。幸せホルモンってまあ、いろんな形で出てくるんですよ。例えばまあ、友達と喋ってるとか。住人はどこに行った？あの、ね、隠れてるんですよ。ちょっと待って、これ飲むの、これはちょっと飲みたくないな。住民に襲われる前に先にやっとこうか。こんだけ騒がしいやつ来たらさ、普通はね。どうですか？じゃ、お邪魔しまーす。よせ、撃つな、撃つんじゃない。外に出てたらさ、みんな撃たれちゃうって。誰がよこした？あ、私です。道で事故にあって。あ、どうぞ。なんだ、どうし。ああ、あんた呼び寄せちゃったから。自業自得ですね。私は何にもしないよ。しまった。奴らだ。奴ら、今のは何なんだ？銃は？え？持ってない。銃は持ってるよな。いや、持ってない。で、ここで銃をくれるおじいさんの優しさなんだよね。何がいましたら、持て！早く！まあ、でも確かに今まで出てきたバイオの敵の中で、一番この雑魚キャラが、何をくれって言うんだ？素早さも高くて、結構厳しかったかもしれないね。ショットガン使わない。その聞いてるか？おい！ダンスメント、おおおおおお、すごいガリ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 壊れてる。あ、ワイン、赤ワイン。幸せホルモンどこに、すげえな。もうあの死体がいっぱいあるのがバレてるっていうね。スケルトンになるとやっぱこういうことなんだよな。死体だと、うん、すごいな、こんな死体だらけのさ、家の中で、死体だらけの家の上か。上でみんな過ごしてたってことだよね。あのおじいさん、あのおじいさんが一体何者なのかちょっとよくわかんないんだけど。そう考えたらすごいよな。見てみる？多分ね、あの奥でなんかね、わしゃわしゃわしゃ食ってんだよ。なんか、恨み屋本舗ワーストだっけ？なんかそういうやつでね、ちょっと、通るの邪魔なんだよ、つって。で、なんか食ってる音が聞こえてくる。この村で何が起きてるんだ？そう、恨み屋本舗ワーストっていうやつでね、なんかあの、あれだよ。なんか死体が埋められてたから、
なんか家を建て直さなきゃいけないのに、全部それがなぜか埋めた犯人じゃなくて、その盗んでた人になるみたいなね。お目の前ついだね。これね、あの僕 Z バージョン買ったつもりだったんだけど、グロテスクバージョン買ったつもりだったんだけど、なんかグロテスクバージョンじゃないから、あの髪傷ついただけで、本当はね、あの指なくすところだったんですよね。あの化け物は、あ、どうもない感じです。あれ落とされてからなんかすごい、なんか全然よくわかんないな、ね、とりあえずじゃあ爆破しとこうか。おお早い、さすがハードコア、ハードコアさすが早いね。びっくりした、なんだ一体、めちゃくちゃ早かったね今。あれ終わり、終わりだね。うーん、あのスピードにちょっとドッキリさせられたね。ドッキリ、で、あーそっか、ここからあれじゃん、バイオフォーみたいなことするんじゃん、忘れてた。何、何拾った、もうさっきからね、あの拾ったやつが何なのかっていうのがちょっとよくわからないまま次進んじゃってってんだけど、まあそういうこともあるわね、酔っ払い。で、襲われたはいいんだけど、これどこっから出てきて、あれ地下関係ねえのかねえ。で、チェーン、あれチェーンカッターで、こっちもなんかあるね、なんか透けてんだけど。そうなんだよ、全てが透けてんだよ。どっかでさ、確かナイフが手に入るはずだったんだけど、そのナイフを手に入れ、あ、すか、もう持ってるから手に入らないようになってるのか、そういうことか。ナイフ2個あったって仕方がないもんね。ちょ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 、そりゃそうだよ、どんだけ切れ味鋭いチェン、ねえ、写真なんやっちゅう。じゃあここでカチャポンってやっといて、で開けましょう。でこっち特には拾えるアイテムないし、誰かがお食事に連れて行かれる。こっち、あ、なんかね、行けるところと行けないところ、どこが行けてどこが行けないのかってのはすげえ分かりづらいんだよね。あ、ちょ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 、サイドでしょ、ぬっ、もう扉とか関係ないよね、反応がない、屍のようで。ハンタマー、なんだ今、なんかシュコンって言ったよね、怖い怖い。ちょっと待って。もうね、そのね、ビビらされる系ほんと嫌なんだよな。うぅ、痛っ。あ、これダメージ食らうのかよ。お亡くなりになりなさい。よいしょ。で、こう敵がいっぱいね、なんか周りでね、ワッシャーとドラボラから急に登場してくるんだもん。で、上から降りてくる。ほら、降りてくる。ほら、なんかあそこで上で見てるでしょ。はい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 。すげえスケスケなんだよね、上からすごいなんかワイン、赤ワインがいっぱい落ちてきてるんだよな。これでもあれ、もしさ、ここをやってなかったとしたら普通に出てくるのかな。あ、来たかも、おお、出た、ほいオッケー、あー、お亡くなりになってるね。 100! そんだけ、マジこれ、もう出ていかないと、まだ出てこない、あの屋根の上とかにさ、いろいろといるんだけどね。もうなんか本当になんかこのスケスケの世界やばいね。じゃあ開けるか。お、で、これ武器を変えていかなきゃいけないからな。生き残りは、生き残りはね、いないかもしれない。よし、じゃあ行くか。でね、ほら、あそこらへんとかね、いる、あれどこ行った、音がね、いっぱい聞こえて、ほら、いた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 。で、どこだ、さあ来い。お兄さんが追いかけてあげ、いた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 、お兄さんが追いかけてあげるよって言った瞬間に、逆にやられちゃったわ。あー、ちょっと、あー、噛まないで、あー、襲撃に生き延びる、おいしいおいしいおいしい。やばいや、やばいやばいやばい。ちょ、あー、ここ行き止まりか。いっぱい飛んでって。いっぱい避けて、いっぱい食べれる、いっぱい避けて、いっぱい食べれる、食べれる、美味しい、イサうまい。ちょっと待って、あ、全然リロードしてない、無限武器だからって言って、ちょっと調子に乗っちゃってんな。図に乗るな貴様ら、ほらほら、あ、これセミオートライフルじゃないのか。あ、ベベ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 、まさかこんなオチになるとは。オッケー、次じゃ、生きてんのかい、お亡くなりになりやがれ、飛んでけ飛んでけ、
やばいやばい、いっぱいいっぱいなんか矢も飛ばしてきやがった。ほら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 、強い強い強い。おう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 、元気がいい。あ、なんかいっぱい拾った、ありがとう。元気がいいね。元気よければ運もいい。これあんま走り回ったらあれかな、これで死ぬことはまずないんだよな。 死ぬっていうか、その自分自爆することはないっちゅう、ね、いる？あ、来たね。ほい。あー、でもこれじゃ面白くないよね。なんか自分からどんどん突っ込んでみる。あー、外した、下手くそ。さあ、じゃあ敵一体どこから出てくる。なんかすものすごい勢いです。スピードが進んでてるけど、ほら、おお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 なんだ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 。よいしょ。おおおおお。あ、なんかどっかから来てんだなこれな。ごっついやつ。ごっついやつって言っちゃった。じゃあとりあえずこれで、なんだっけ、ライトニングホーク、ライトニングホーク。さあ食らってる間に。あ、もう終わりか。あ、ちょっと待って。意外と使いづれえな。おい、OK、ちょっと後ろでめっちゃ引っかかってる。後ろで引っかかってる。出て。やばいやばいやばい。こうなるよね。こうなるよね。こうなるよね。うわー、後ろから来たねー。 OK、 さあ今のうちに逃げるぞ。私は卑怯者だ。おい、爆発。青春は爆発だ。え、違うな、青春爆発だっけ。違うな、なんとか青春だ。おー、あ、きてぇな。回復薬ってまだ残ってるっけ。ほら、あ、じゃあ、スピード落としてきたね。こんな危機一発になる、戦いになると思ってなかった。うー、黒ひい危機一発、下手くそー。ふっ、危ね。足元バカ。おお、あ、ちょ、回復薬、はい、あ、もう回復薬がない、ちょっと足刺さってる、ちょっと、あ、そんなことになってるの、リロードもできないよ、おお、痛いのね、刺さってるよね、あ、終わりか、そういうことか、投げ飛ばされて、ハンマー投げ、世界陸上、86メートル、世界記録、イエス。ハンマーカバーを演じていました。あ、なんか今ちょっとあれ、ここだっけ、今なんか外でキュイーンって言ってた気がしたんだけど、気のせいか。あ、よかった。なんかもうね、なんかこんなにアイテムを揃えてるのにボコボコにされるってなんかちょっと情けないよね。で、大した実況もできないで、ごめんなさい、すいません。ただ本当にただチタパタしてただけだった。なんか後ろでいなくなってきたってやつがいっぱいあるな。うー、やっちまえやっちまえ、いなくなってきた。俺は今日、コチジャンニンニクを食ったんだ。どうだ、匂うだろう、くさ。くさ。さっきガタガタになってる。あんな跳躍力があるやつ、どうやって勝つのよ、普通の人間が。なんか人類が開発した兵器だったら絶対倒せなさそうな気がするんだよね。これも良かったよね。なんか返しになってる矢じゃなかった。返しになってる矢だったとしたらもう多分、おおばあちゃん登場。道木ばあ登場。さあ、村を探索したいところではあるんですが、どうしようかな。先にアイテムがなくなる前にこれだけ拾っとこう。で、カチャ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 。オッケー、カチャ。半玉が全然ないんだよな。まあ、いっか。ここ後でどうせ戻ってくるし、戻ってきた時にゆっくり、探索することにしますわ。ということなんでね、まあまあ、いい具合の時間になってるんでね、ちょっとバーを、あ、バー打てないわ。生にも死にも、ありがとう。栄光を与え。でも人間ってね、死んだらもうそれで終わりだからね。あんた。お口がカタカタ。ここにいると危険だ。何を。
おい、聞こえてるのか。ていうかおばあちゃんがまずここにね、あのこんな格好でいて、でのんびりのんびりしてることがイーサン疑うべきなんで、お前がもしかしてローズのオオカミみたいなやつたちを操ってたんじゃないかで、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。おお、マジで。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。出した。化け物のことか、うん、それでまあ君がマザーミランダなんだけどね、とりあえずあの村、あの城に向かってたらいいよって。金が災いを告げておる。奴らが来るぞ。結構はっきり喋るよね。ローズこんだけはっきり喋るのって、ってこのおばあさんか、我らがために金はなる。最初の村のバーくらいだよね、森光子さん。また奴らが来るのじゃ。ローズがこれ、あ、ちょっと待って、これこうしたらさ、また透けないんか、肝心な時に透けないのかよ。おばあちゃん動くの早いね。あ、いる？あれなんか頭見、あれなんか見てたよね、今ず、ね、ず、ず、図が高い。ということで、確か、セーブポイントが、あ、ちょっと待ってね。あ、飛んでくるのかよ。もう一発当てるのが精一杯ですね。はい。そう、ここにセーブポイントがある。とりあえず、ここ、うん、相変わらずのスケスケ協会ですね。ほら、先が見えてんだよな。はい。ということで、ここでセーブができるんで、一旦ね、この辺りでね、終了して、まずは、今、無視したところを進めるところからやっていこうというふうに思いますんで、次回、またパートをお楽しみいただけたらというふうに思います。一つは、ルイズ。あ、じゃあ、ルイズじゃねえわ。あの女、誰だったっけな。忘れちゃったな。はい。じゃあ、また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。あ、チャンネル登録ボタンとグッドボタン忘れないようにね、お願いします。